出口に導け、アルティメット4択パズル。さあ、アルティメット4択パズルということで、上の方を見ると、パウと P と、オンオフスイッチとバネとありますね。その中から適切なものを選べと。バネ、パウ、P、オンオフスイッチ。そして右の方に、パズルがあるんだよね。このパズルを見て、どれを選べばいいかっていうのを自分で考えていくコース。いや、これ面白いよね、すごく。これで、ね、生放送でいただいてクリアできなかったんでクリアしたいんだけど、最初はね、簡単だったはず、確か。パウだ。パウでいけるはずなんだけど、例えば、違う選択肢を選んだとすると、例えばこう、オンオフスイッチを押してみましょうか。オンオフスイッチ、違った選択肢を選ぶと、ほら、これで、一見こういけそうに見えるけど、いけないんだよね。いけないから死ぬしかないと。ということで、いけるのは一つだけ。これはパウですね。パウをドカンとすれば、道が開いて、ちゃんとドアのところに行けますよと。だからまあここにさ、でかいブラックパックがいた時点で、パウを使わないとどうしようもないよね。だから、そうやって自分で推理して、正解を導いていくっていうコースなんだよね。いや、これは面白い。さあ、2問目。これどうだったっけ？ここはね、生放送でやった気がするんだけど、どうだったっけ？ちょっと待って。忘れちゃった。待ってよ。パウではないな。パウではないな。オンオフスイッチかな？オンオフスイッチか。ほい。これで、倒せるよね。だよね。あ、で、これでいけるでしょ。これでいける。よし。これでいける。これでドアに入れると。いや、これめちゃめちゃ面白い。ちゃんと適当にやるんじゃなくって、ちゃんと右の方で推理できるようになってるんだよね。これは、P かな？P を一回押してでも切れたらまた入れるから、ドアに。で、かつ、待てよ。これ P だったっけ？ここまではね、生放送でやった気がするんだけど、あれ？これ P だったっけ？いや、怪しいな。オフスイッチ？いやでも P 以外にありないか。いや待てよ。で、待て。落ち着け。バネではないな。パウでもないな。パウじゃいけない。パウはまず違う。バネも違う。P かオフスイッチどっちかだ。P で行ってみるか、P で。P で、あいつが下に落ちて、あ、P でなんか中に入るとかだったっけ？こんな感じだったっけ？こんな感じで、あ、ほら、こうやって中に入っておいて、で、こっちに行っとくんだ。こっちに行っておいて、すれば、ブラックパックがこれで倒されて、こっちに行けるんだ。いや、すごい考えられてる。普通にあそこで P を使っちゃいけなくって、P を持って行って、中に入ってから P を使うと。いや、すごいよね、この辺の工夫が。さあ、次は鍵を持って、でから、これはバネでしょ。これはバネだ。だよね。バネだよね。これはバネだ。これはバネでしょ。バネしか考えられない。あ、だけどちゃんとここ、あっちでもバネ使うから、壁際にバネを置いておいて、で、こっちへ、これで、こっちに行けると。そして、ここでバネを拾って、ここでまた使うんだ。めちゃめちゃ考えられてる、本当に。いや、これね、超面白かったんだよね。だから、なんとかクリアしたい。なんとかクリアしたいと思って、動画の方でもやってみてまーす。セーブと。いや、こういう画面も凝ってるのいいよね。さあ、そして、ファイヤーバーがいるね。ファイヤーバーがいる。パウかな？パウだね。普通に道が繋がってるから、これもうゴールまで道が繋がってるから、右上の方の、くぼみのところにパウを置けば、それで入れそう。扉に入れそう。で、かつ、ここちょっとアクション性なんかもあったりしてさ、ただのパズルではなくて、アクションパズル風になってるのも面白い。ここにパウを置いて、これで入れる。オッケー！さあ、次は、P があるけど、P がめちゃめちゃあるから P っぽいけど、いや、待てよ、これ、オンオフスイッチか。オンオフスイッチだな。これはオンオフスイッチでしょ。まだいけないね、まだいけない。まだいけない。これでいけるよね、これでいける。もう一回押したら積んじゃうね。一番下まで落ちてきて積んじゃいそうだから、これでいけるはず、これでいけるはず。
これで、ここ、当たらないように気をつけて、これで扉だ。あー、楽しい。めちゃめちゃ楽しい。さあ、これは、これはなんだ、これは。これは？これ、奥に入っていって P のパターン。いや、違うな。でも、バネでもないか。バネでもないね。バネと P は違う。ってことは、オンオフスイッチかな、また。これ、オンオフスイッチでしょ。これでいけない。まだいけない。まだいけないから。これでいける？いけない。これでいけるか？これでいける。あ、これでいけるね。よしよしよし。いいぞ、冴えてる冴えてる。2機冴えてるぞ。そしてアクションパズルをクリアして、こっちに入っていく。いや、P が多いとさ、一瞬 P だなって思いやすいんだけど、それを逆に逆手にとって、オフスイッチだったね。これはなんだ？これは。これは、P っぽいね。これは P っぽいぞ。P で、なぜかというと、一番上に、チビのブラパがいるんだけど、あいつが P をここで押しちゃうと、このブロックに落ちてきちゃってダメになるから、先に取ってから、ここで P を押せと、そういうメッセージだよね、多分。多分そうだよね。ほら。そうでしょ、これ。ほら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 。あ、待って待って、それで、急ぐのか。待って待って、急いで、こっち、こっちこっち。急いで急いで、こっち。ほい。危ない！いけた！あ、違ったー。この右に行かないといけなかったー。さあ、戻ってきた。P だよね。P で、もう読めたぞ。もう読めた。意味がもうわかりました。だからこれは、ここで P を踏んで、すぐさま、こっちに行くんだ。すぐさまこっちに行って、まあいいね。アクションパズルになってるね、本当に。で、ここに行くんだ。こうだ。これでいけるわ。あー、楽しい。よしよしよし。さあ、これでセーブをまた取れた。さあ、次が？え、なにこれ？なにこれ？また形が変わった。すごいね、これ。P っぽい気がするけどな。なんかパッと見は。パッと見は P っぽい気がするな。P っぽい気がする。P で行ってみましょう。P で、で、ここで踏むんじゃない？これで合ってたら2機かっこいいぞ。スピードアップ。オッケー、これ取ったら勝ち確でしょう。スピードって結構大事だからね。オッケー、ほら、合ってるっぽい、ほら、合ってるっぽいよ、ほら、でも。見ましたか、2機の推理力。だから、ここに入っていって、ここで P を踏めば、ほら！ほら、いける、これで。見ましたか、この2機の実力を。ここで待機してれば、P が復活して、OK！ これでほら、いける、いける。見たかー。いや、ドヤ顔できる、これは。これはドヤ顔できる。これは絶対オースイッチだね。だってそうじゃないと、右の、土管のところに、右上の土管に入れないから。これはオースイッチ。待てよ、待てよ。いや、違うな。これは、オンオフスイッチに見せかけて、これパウだ、パウ。なぜなら、こっちからゴールまで道が繋がってる、すでに。すでに道が繋がってるから、これで、ここにパウを置いて入るんだ。うわ、ミスリードうま。これオンオフスイッチだとダメなんだろうね。道が塞がれるか。あー、そう、ダメっぽいね、ダメっぽい。いいぞ、なんかすごい冴えてるぞ、ニキ。どうした？すごく冴えてるぞ。これは？これはオンオフっぽい気がするけどな、さすがに。さすがにこれはオンオフじゃないか？ここでバネってことはないでしょう。P。いや、でも P 違う気がする。やっぱりこれはオンオフ、待てよ。うん、やっぱこれはオンオフでしょ。これは間違いない。これはオンオフだ。これは間違いない。これでいける？いや、いけないね。二回。これでいける？いけるね！これでいける。これ押しすぎたらダメになるんだ、これ多分。あと一回押したらブラパが落ちてきちゃってダメになるんだ。だからこれでいかないといけない。ちゃんと回数を見ながら。これで、ミスらないように、アクションミスらないように、こっちに行って、で持って、あ、ほら、繋がってる、ほらほらほら。いや、いいぞ。勘がさえ渡ってる。
これが2機の実力。あ、最後かこれ。最後だね。あ、ゴールがある、ゴールが。ゴールまで どれで行くかってことか。あ、これバネっぽいな。もうこれはもうバネでしょ。これ最初からこれはもうバネでしょ。バネで行って、バネを取って、バネで、いけそうだね、いけそう。これはバネだ。これはバネだ。うわ、すごい考えられてるな、これ。だから取れるようにここにバネを置いて、まずはそのバネをこっちで取ります。そして、ここに置いて戻るんじゃなくって、右端、今度こっちの端に置いて戻れば、今度またあっちで取れるから、だから、こっちに戻っていって、このバネを取って、そしてここに置いて、そして、ゴールができるとうわ、楽しい。これはすごい楽しかった。これは斬新だ。なんかすごく新しいパズルでしたね。出口に導け、アルティメット4択パズル。皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。